ウィース、こんにちは。ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのトンヌラをですね、まあ、才能開花させたところ、まあですね、もう意味不明な火力ということで、まあ、サムネ見たらわかる通り、16000ですね。やばいっすね、こいつ。それが、まあ、3ターン目に出せるんですよね。まあ、これが、まあ、最大の魅力かなっていうふうに、まあ、思うんですけれども、まあ、一方で、まあ、耐久面はめちゃくちゃ低いというですね、まあ、諸刃の剣みたいな感じですね。捨て身の特攻みたいな、まあ、そういうキャラクターなのでですね、まあ、今回は、そいつについて、まあ、トンヌラについて、まあ、強いところと弱いところ。で、まあ、どういう人が、まあ、引いたり、まあ、あるいは才能開花させたりするべきなのかっていうのを語っていこうかなというふうに思っております。それでは、早速やっていきましょう。で、まずはですね、まあ、才能開花の特性ですけれども、まあ、こちらは前回、まあ、言っていた通りなんですけれども、まあ、割とね、開花キャラの中では、なんかね、結構開花させるのが、まあ、大変かなと思って、で、なんでかって言ったら、このイヤー探しましたよ、と、であったり、まあ、サマルトリアの王子ですね、と、ロトの剣戦、これ全部強いんで、まあ、少なくともこの3枠ですね、まあ、開花してあげないといけないので、コストが高いと。まあ、そのキャラクターによっては技だけ強いみたいなのあって、まあ、上だけちょろっとやる、みたいな感じで良かったりするんですけど、まあ、その約3倍ぐらい、枝であったり、まあ、花がかかるという点では、まあ、結構ね、開花、まあ、死骸があるというか、まあ、一生懸命やってあげないといけない。キャラクターかなというふうに思います。で、ステータス見たらわかる通り、攻撃力が573と、まあ、めちゃくちゃ高くて。で、これね、ククールをリーダーにしたら、ククール攻撃力上げれるんで、そしたらですね、これ攻撃力999いきます。はい。でも、攻撃力999いくけど、おそらく、まあ、呪文キャラとして使った方が強いよ、ということも、ま、語って、行こうというふうに思っておりますね。はい。で、ロトの総戦なんですけれども、こちらはまあ、小編 P が、まあ、これプラス10した状態かな。プラス10して、99と、まあ、約100で、ギラの小編 P マイナス 10% が乗るので、90ですね。はい。ということで、まあ、それでもですね、まあ、5発は打てないと。まあ、4発ぐらい打てたらいいよねっていう感じで、まあ、そこまで燃費は良くないですかね。あと言うべきことっていうのは、やはり、まあ、ステータス見たらわかる通り、HP と、そして守備力ですね。開花でですね、守備力台が、まあね、143位ってね、これなかなかいないですよ。開花したら普通ね、まあ、どんなに低くても、まあ、40位ぐらい行くんですけど、守備力に関してはめちゃくちゃ低いっすね。で、素早さも412と、かなり遅めという感じになっておりますと。で、まあ、早速、トンヌラの強いところですね。まあ、これ、実際にちょっと、使用場面を見ていきましょうか。はい、ということで、ポンと。いうことで、ここ、開花16巻ですね。16巻とかも見たことない人いると思うんですけど、まあ、ここで、まあ、どういう感じの使い心地かというのを語っていこうかなというふうに思っております。で、まあ、やっぱり、ですね、まあ、ここが一番ね、トンヌラのね、強さと弱さ両方見れるステージだったんで、まあ、ここが、まあ、顕著だったかなというところで、まあ、20巻とか21巻とかでも使えるんだけどね。まずこれ、バーニングストライク、これ、一応賢さ持ってますね。攻撃力じゃない。攻撃力持ったら2500ぐらいいくんですけど、これ2回殴ることで、攻撃力が3段階か。で、賢さ3段階。で、素早さ2段階。で、物理力 2段階。で、呪文威力2段階ということで。まあ、少年テリーとか使ったことある人だったらわかると思うんですけど、こんなね、なんかいきなり好き勝手にバフが乗るってもうなんか、異常なほど強いってのがわかるかなというふうに思いますね。はい。本当にね、なんか、ま、1段目から簡単に、ま、バフが乗るっていうのはすごい偉いですし、で、なおかつ、素早さバフもこれ、素早さが、ま、2回殴ったことで 40%、ま、2体って言った方がいいか。40% 上がってる状態なんで、ま、疑似的な2回攻撃とかも、ま、できたりはすると。いう感じですね。で、続いて、ロトの総戦打っていきましょうか。はい。ロトの総戦を打っていくと、4670ということで、2ターン目でね、5000近く、で、しかもこれ、1体の力じゃないですか。1体で、そこまで行くっていうモンスターは、まあ、なかなかいないのかなっていう風に思いますかね。はい。本当に強いですね。で、続いてですね、まあ、3ターン目も見ていきましょうかね。はい。次、3ターン目になってくると、呪文の威力が、まあ、大幅に 100% アップですね。はい、100% アップとか意味わからない状態になっていくと。いやー、探しましたよ、というところで、ダメージ量が2倍になっていると。で、物理力がさらに先ほどから 15% 上がって、呪文威力、あと物理力か、まあ、共に、100% アップということで、3ターン目に、まあ、バカみたいな火力が出てくると。いうことで、ロトの総戦を打っていくと、11288ということですね。はい。でちなみに、ちょっとカットしたんですけれども、まあめちゃくちゃバフが乗った状態のロトの総戦ですね。まあデバフって言った方がいいのかな。はい。デバフをまあで、ムーナとかで軽く上げた状態だったら、
16,368 ということで、まあ普通にジシカの、まあクラスマダンテ並みっていうのを、でしかもこれ3ターンに出せることができるっていうのが、まあ結構肝なのかなっていうふうに思いますね。はい。で、まあ普通、その、なんだろうな、まあジシカで似たようなことをしようと思ったら、まあ少年テリーが必須なんですよ。で、ところが、まあトンネラの場合一人でできるっていうのが、まあ偉いのかなっていうふうに思いますし、であと、ジシカの場合はですね、その、まあクラスマダンテ打つまではずっとその貯めるをしておかないといけないと、4ターンの間貯めるをずっとするっていう感じなんですけど、まあ、トナラの場合は、そのターン中もですね、ひたすら、まあ、剣撃など、総戦など打っているので、うん、まあ、そういう意味で、まあ、軽くですね、ダメージパーターンということで、まあ、1ターンあたりのダメージで言ったら、うん、まあ、少なくとも、まあ、5ターン、6ターンぐらいまでは、まあ、トナラの方が圧倒的に高いのかなっていうふうに思いますかね。で、次に、トンヌラの、まあ、弱いところ、見ていこうというふうに思うんですけれども、こちらですね、まあ、耐久がですね、ゴミなので、これ、今度、というか、まあ、身代わりずっとヘルカッチャで使っていたじゃないですか。で、身代わりなしでちょっとやってみようかなというふうに思いますね。はい。するとどうなるのかと、なっていくと、ここ、開花の、たかが16巻ですよ。たかが16巻で、呪い玉。で、ドルモア、といった感じでワンパンされてしまいます。これやばくないですか？まあ、これが、やっぱね、たかが16巻で、落とされてしまうっていう、ここがね、すごいやっぱ、お見せしたかったですね。はい。で、なんかお前のプレイング悪いだけじゃないって言うかもしれませんけど、例えば、開花21巻とかでも、たかがトリックグレーツルの、なんてっけ、なんちゃらなんちゃらみたいな、ちょっと名前忘れたけど、ドルマ系の A 技で、ワンパンされてしまうんですよね。うん、等倍なのに。で、物理とかだったらもっとなんか、身も蓋もないというか、まあ普通に無属性の技とかでもワンパンされてしまうぐらい耐久が低いんですよね。で、耐久がまあ大体 HP と守備力ですね。どのぐらいの値かって言ったら、ベロニカとかそのセラフィーとかと同等なんですよね。はい。で、ゆえに、その、まあ、セラフィーとかベロニカ前にやったら当たり前ですけどすぐ死ぬじゃないですか。まあなので、まあ今見せてるシーンのように、まあ身代わりとセットじゃないと、まあ必ず死ぬと。で、なおかつ、その、ドルマ弱点って、まあ、ですね、まあ、ギラー、ん？じゃあ、ドルマ弱点じゃねえな。なんて意味だろう。ドルマ使いって結構ね、ギラ弱点が多いんですよね。まあ、後でちょっと見せますけど、まあ、こんな感じで、まあ、ギラ弱点イコール魔王イコールドルマみたいな、まあ、そういう感じが成り立ってるんですけど、ただ、トンヌラに関しては、なんだろうな、ドルマ耐性持ってないので、まあ、ワンパンされてしまうんですよ。で、魔王系が多いんで、本当に高火力で一気に、まあ、ドレアムなり、エスタークなり、本当に一瞬で殺されてしまうという感じですね。ウルノーがなりいっぱいいると。あとは燃費がまあ4発しか打てないので、まあどちらかっていうと、なんかまあ、まあここら辺がちょっと身代わりと噛み合わせ悪いのかなと思って、身代わり使うと、まあなんだろうね。やっぱ火力が一体減りますから、まあその分、燃費ってので補うみたいな、まあジェシカとか無限に攻撃できますから、で一方でトンヌラーの場合はまあ、僕の場合はこれまあ5発いけるかな？5発はいけるのか ?5 発程度ですかね。はい。という感じなんで、まぁ、ちょっとというか結構使いづらいかなーっていう風には思いますかね。はい。で、まぁ、こっからはまぁ、トンヌラのまぁ、総評ぐらいになってくるんですが、まぁ、全キャラ中で言っていくと、まぁ、かなり高い方かなっていう風には思いますね。まぁ、疑似的なというか、もう3ターン目で確定で高火力が出せると。で、まぁ、これアリーナとか、まぁ、グレツェルとか、まぁ、キラマとかそこあたりのいわゆるその会心キャラで、まぁ、ギラの大弱点、ギラ大弱点かつ、早めに大ダメージ出さないといけないとか、まぁ、あるいはワンパンで出すといい、そういう高難易度が追加されると、高難易度が追加というか、まぁ、どちらかというとイベントかな。イベントで割とありがちなんですけど、まぁ、そういうのが追加されていくと、まあ、トンヌラの評価。トンヌラじゃないとクリアできないというか、まあ、トンヌラがいたら、運ゲーしないで済むみたいなこととか、まあ、しかもそれがね、3ターンとかで終わるみたいな感じになっていくので、まあまあ、そういうステージだと、まあ、評価はされるだろうなっていうふうに思いますね。で、一方で、まあ、やっぱ、汎用性で言ったら、ギラしかできないっていう点では、まあ、やはり、まあ、めちゃくちゃ、要するに SS とかまで行くのはちょっとないかなっていうふうには思いますかね。まあ、A、S、B、あたり、まあ、AS あたりを、なんか、うろちょろする存在な気がしますかね。はい。で、あとはですね、あれですね、前回、まあ、闘技場の防衛とかで、ん？何だっけ？まあ、使えないとか言ってたんですけど、ギルド大会で使えるらしい、使えるというか、試せるらしくて、まあ、ちょっと生放送でやってみて、まあ、その評価なんですけど、まあ、高難易度に関しては、正直、まあ、想像以上に火力が出るので、まあ、地形であったり、まあ、あとは、まあ、身代わりキャラ使ったりだとか、まあ、ドルマグスとかで受けをもっとうまくするとか、っていう風にやっていけば、
で、あとは、まあ、その火力ちょっと減らして、まあ、落ち穴の剣とかで HP 盛るとか、まあ、そういう風な使い方をしてあげれば、この難易度だとそこそこ使えると思うんで、まあ、5段階評価でいうところの5かなという風に思いますね。やはり、その火力ができる、出せるモンスターってのは、まあ、ですね、まあ、従来の歴史から考えても、どっかで使えるだろうと。ほっとけば、いつか使えるだろうなっていう感じですかね。はい。で、一方で、闘技場の攻めとしては、まあ、素早さ遅いんで、まあ、受けて使うみたいな感じになってくるんですけれども、まあ、所詮ギラ単体ですから、まあ、ちょっと使いづらいかなっていう風には思いますかね。まあ、ドルマゲス確定でワンパンで落とせるとか、まあ、そういうので、まあ、魅力は感じるかなっていう程度なんですけど、まあ、ウェイト60でやるべきことなのかっていった感じで、まあ、個人的にはやっぱ、まあ、素早くて、耐久も高いダスドラゴンとかでよくねっていう風に思いますね。ウェイトのことを考えてもやはり、うん、あんまりトンヌラを積極的に使う必要性はないような気がする。まあ、ギラ大弱点が、まあ、これ右下がギラ大弱点なんですけど、まあ、あんまいないってのもあるし、あとま、ギラ大弱点で、こう、構成されていったら、なんか、敵のね、パーティーが、まあ、結構ありかなっていう風には思いますけど、あんま当たんないっすからね。で、防衛に関しても全く一緒で、まあ、やはり、まあ、受けとして使うっていう風な使い方になってくると思うんですけど、まあ、耐久ゴミなんで、うん、まあまあ、ですね、魔剣士ピサロのダークマターとかで普通にワンパンで落とされてたんで、まあ、やっぱちょっと難しいなっていうところですかね。はい。で、もうリアルタイムに関しては全く使えないと考えていいと思いますね。で、なんでかって言ったら、闘技場の場合はまだ、その、陣形を見れるじゃないですか。攻めとかだったら。で、ところが、まあ、リアルタイムの場合、見れないので、まあ、見れないとどうなるかって言ったら、まあ、めちゃくちゃ使える時もあれば、でもギラ激減とか置かれてたらほんとゴミなんですよね。マジで使い物にならなくて。耐久ゴミで、で、激減だったらさすがにね、火力高いとはいえ、そんな出ないんで、何も使い道がないんで、まあ、さすがにそのギラ大弱点に当たれば勝ち、なんか当たらなければ負けみたいな、そういうなんか、バクチー的な使い方ってのはあんまりしないんじゃないかなと。で、素早さも遅いですし、まあ、ちょっと闘技場には合ってない、闘技場じゃないの、リアルタイムには合ってないかなっていう風には思いますかね。あんまりいいというか全く期待してないですかね。はい。ということで、まあ、最後は、ま、トンヌラーですね。まあ、引くべき人。まあ、あるいは持ってて開花させるべき人。まあ、結構コスト高いからね、他のキャラと違って。まあ、まずはやっぱゼシカと少年テリーのうち、まあ、両方持ってないという人であれば、まあ、少なくともそのギラ大弱点に対しては、大ダメージ与えられますし、で、ギラ大弱点じゃなくても、16000とか出てるのかな。まあ、なんで、等倍でもま、一応一番ダメージぐらい出るってこと考えたら、まあ、一応その、併用というか、まあまあ、ゼシカと似たような使い方っていうのはできなくもないかなっていうところなんで、まあ、ゼシカと少年テリー両方持ってない方であれば、まあやって、その、高火力役として使っていくっていうのも、なしじゃないような気がすると。で、あとは、まあ、所詮ね、使い方で言えば、なんか、王道ではなくて、なんかどちらかというと邪道みたいな感じで、まあ、要するに、まあ、運ゲーではないんだけど、まあ、効果力を出してクリアしていくみたいな感じにはなっていくと思うんですよね。で、ギラ大弱点で、まあ、そこまで汎用性はめちゃくちゃ高いというわけではないというところで、まあ、でも将来どっかで多分ギラ大弱点で火力出さないといけないっていうステージが来ると思うんで、まあ、そういった未来に対して投資ができるような余裕がある人かなというふうには思いますね。で、あとトンヌラーは一突で移動力プラス1とかで、で、基本的にはそのバフがかかっていくんで、まああんまり、まあ突した方がいいですけどもちろん。まあ突なしでもそこそこやっぱ軽く、まあ突、無突とかでも多分ね、ランク8とかにしたら、で、開花全部進めれば、多分ね、7000ぐらいは出んじゃないかなっていうふうには思いますね。7000、8000ぐらいは。ってこと考えたら、まあまあ、まあ最近始めた人とかでですね、なんだろう、そのギラ大弱点の、とかギラ使いか、があんまいない人とかだったらありかなっていうふうには思いますかね。はい。で、逆にですね、例えば開花40巻までをまだクリアしないっていう方とかだったら、まあ多分というかまあ間違いなく、そのトマホーガーとか、マルサゴーラっていうのを、まあしっかり、まあトマホーガーの場合は開花と。で、マルサゴーラも、まあちゃんと育ててあげれば、まあ、そういったキャラクターの方が使えるんで、まあ、わざわざそのトンネラを使うまでのコストとか、まあ、わざわざガチャ引くまでのコストってのは、ちょっと、ナンセンスかな、っていうふうには思いますかね。はい。という感じですかね。はい。ということで、今回は、まあ、ドラケタクトの、まあ、トンネラについて、まあ、実際にですね、まあ、一日使ってみて、まあ、思った感想を語ってみました。で、あとはですね、プリンに関しても、まあ、いろいろとですね、まあ、語っていきたいので、まあ、今日動画出そうかなというふうに思っております。まあ、なので、まあ、そういうのが気になる方は、ぜひ、高評価と、そして、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。